さんこんにちは。こんにちは。ビーズボーチャンネル丸田です。はい、今回村地の部屋初の女性選手のゲストが来ていただきました。日本フェイントマレッツ所属田代咲さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや初です。ちょっと緊張してます。気合い入れすぎて昨日美容院で刈り上げすぎました。すみません本当に。とりあえず乾杯しましょう、はい、今日ねカフェなんですよ、個室のカフェ。お疲れ様です。お疲れ様です。なのでコーヒーとパンケーキで今日はやっていきます。で、そう、奥田城さんにもちゃんとみんなと同じように、あ、なんかあれですか、そうプレゼント持ってきたんで、すごい楽しみにしてたんですよ、ね、それは注文もらえるかなと思う。しかもビールじゃなくてちゃんとコーヒーのカフェ、ね、ありがとうございます。やった、いいです、初ガスでいいよ。あとこれはちょっとあの普段寝巻きとかにしても知って本当に、あ、かわいい、かわいい、私めっちゃ犬好きなんですよ。本当ですか、これもぜひぜひ、ありがとうございます。使ってください。めっちゃかわいい、かわいいでしょ。え、練習これ着ます。本当、ありがとうございます。ぜひ着てください。ありがとうございます。ほら、ちょっとね、上田くんとかね、ケンジとか多分見てると思うんですけど、こうやってあげた瞬間にね、貼ってくれた人ね、初めてだから、こういうのだからな、分かったか、みんな、言われた人。やった嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。食べてくださいね。はい、ありがとうございます。田代さんが食べてる間に、今回女子選手初ということで、今まで男子の選手、まあ適当じゃないですけど、特に僕、あの、喋ってってこう言ってたんですけど、今回初の女性選手なので、一応ね、田代選手がどれだけすごい人なのかっていうのを自己紹介を兼ねて私が説明します。いや、全然すごくないです。すごいでしょ。本当にやる、本当に。いただきます。田代さんは6歳から卓球始めました。岡山県玉野市出身。玉野コーナーがあるところですか。そうです、そうです。そうね、はい。で、お父さんとお兄ちゃんの影響で卓球を始めたようですよ。そうです。すごいでしょ。ちゃんと勉強したんだから。ちょっといいですか。で、七区というところにある七区卓球スポーツ少年団というところで卓球を始めて、小学6年生の時に全国ホープス出られた。小5、1、2ぐらいか出てます。あ、じゃあずっと出てるんだ。はい、出てるのは出てます。出てるのは出てる。そこら辺後で聞きましょう。それで中学高校は中高一貫の山陽女子中学高等学校に進学されて、でさっき話したんですけど、個人で全国で上の方に行ったのか、結構僕のイメージよりも遅かったんですよ。ね、はい。ちなみに中学校全中はベスト16。が最高ですね。ですよね。はい、で高校2年のインター、あ、全日本ジュニアで第3位、そしてインターハイでも高3第3位ですよね、はい、その時準決勝で負けたのが木下アビエル神奈川に所属している石川佳純選手です。はい、2対4で負けました。その頃も何セットマッチか。その頃、今多分5セットマッチですよね、インターハイ。その頃は、8決まってから何セットマッチ。何セット、はい、8決定ぐらいの時にラブゲームされたんですよ。あとで聞くわ。面白そうな話ありましたね、今。面白そうな話。で、その後卒業して日本生命に入社されて、大学じゃないですよね、もうそのまま就職されて、はい、実業団として選手として活躍されたんですけど、2011年の全日本社会人で第2位。すごいです、ここからすごいんですよ。で、決勝で負けたのは長年日本代表キャプテンに勤めていた藤井寛子選手。そして その年の全日本選手権ですか、また第3位、シングルス全日本で第3位ですよ。で、また負けたのが石川佳純ちゃん。合ってますよね。合ってますね。よかったよかったよかった。で、2013年のあの世界選手権って予選選考会めちゃめちゃ酷なんですよ。3次リーグぐらいまである。2次リーグ2回、最初予選やって次1位、上位で何試合ぐらいですか。20試合ぐらいやります。20試合ですよね。はい、
多分そんなもんね。15、14ぐらいですよね。しかも相手は全部強い人ばっかじゃないですか。で、1人しか代表に選ばれないっていう選考会で見事勝ち取り、その時は三つどもえだったんですよね。そうです。7勝2敗で田代選手と前田美優選手、前田じゃないです、加藤美優選手と、石垣さん、石垣優香選手ですね。7勝2敗で三つどもえになったんですけど、2人に勝ってたんです。2人に勝ちました。なので同率1位ということで見事世界選手権の大反差を手にして東京大会、はい、金メダル戦場ね、金メダル金、はい、2位ですアジア大会も銀メダルですよね、はいはい、私出た大会両方39年ぶりとか、なんか何十年ぶりとかのですよね、はい、そうすごくないですか。そこからジャパントップ12も優勝されてます。準決勝平野さやかさんに勝って、決勝では平野美宇ちゃんに勝って優勝されてます。でビッグトーナメントも優勝ですよね、はい、すごいね。いやだって中学まで、ああそうですよ、何があったんだと田代選手に聞きたいでしょ皆さん。ということでそろそろいいですか、僕喋るのもう終わりで、あとちょっとずつ聞いていきましょうね、いろいろという。でそこから2018年に最後日本生命から日本ペイントホリデーさんの方に移籍をされまして、今現在は日本ペイントマリッツの主将を務めてらっしゃいます、はい、というすごい方です。皆さん分かりました、覚えましたかという田代さんのプロフィールの説明を僕簡単にさせてもらったんですけど、ここからはちょっと聞いていきたいと思います。ちなみに田代さん、まあ、始められてずっと、あと僕調べてるときに一応使ってる用具も調べたんです。フォア、その情報ではフォア中央クラバーを、はい、今も、はい、ずっとですか。いや、ずっとじゃないです。最初はお持ちだったんですよ、バッグが。はい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 。そこから高1の終わり、冬に裏に変えて、で高校の時は中国ラバーフォアを使ってて、はい、で社会人になってすぐぐらいかなはもうあのテンション系っていうか、うんうんうん、ちょっと日本のラバーを使ってて、でまた何年前かはちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、中国ラバーに変えて、そこはずっと中国ラバーです。へー、女子選手今中国ラバーすごい多いですね、イメージなんですね、はい、だそれについては後ほど聞きます。今ちょっと僕急に気になったので聞いてみました始められたのは6歳ということで、うん、まあ、お兄ちゃんがやってたからっていうのもあると思うんですけど、はい、6歳から始めて小2から全国大会経験していて、うん、その頃からなんか田代さんってずっと負けず嫌いとか負けたくないみたいな子だったのか、なんかお兄ちゃんたちやってるし楽しいから卓球とりあえずやろうってふわーっとした感じの子だったのかっていうと、どっちのタイプだったんですか。すっごい負けず嫌いです。あ、最初から。はい、もう兄弟の中でも一番負けず嫌いだし、はあ、なんかまあ兄弟とか試合とかもたまに やったりするじゃないですか、うん、そういうのも自分がもう負けそうになったらもうやんないとかもう本当に一番負けず嫌いやし、多分頑固だと思います。へえ、うん、普通の勝負、あのゲームとかでも、うん、あの自分が負けたらもう嫌だっていう感じですねそうなんだ、はい、でも最初からもう負けず嫌いだった。最初から多分負けず嫌いだと思う。試合とか負けそうになったらもう泣くし、うん、負けたら泣くし。へえ、意外。やっぱそんぐらいじゃなきゃダメなのかなその頃はじゃあ最初からもうやるからには負けたくないみたいな感じだったんですかね。ちっちゃいながらそんなに覚えてもないですけど、やるからには多分負けたくないって思って、多分、はい、同世代、うんうんうん、まあ、スポーツ少年団とかでも年代同い年の子とかいるじゃないですか。試合とかやったら絶対負けたくない。それ練習ってどれぐらいやってました。小学校の時は本当に少なくて、月曜日と木曜日の最初の始めた頃は2時間だけ
月木の2時間、はい、おおおおおおで、そこから結構やった。そっからでも3時間半ぐらいです。月木の3時間半と週に崩さない ね, あ月あのスポーツ少年なんか月曜日と木曜日だったんです。あ、そこしかなかった、はい、へ月曜日と木曜日の3時間半、3時間半ぐらいと、あと土日の、まあ、1日とか、うんうん、そのくらいですね。それが小学6年生まで、はい、全く多分やってないです。毎日とかはやってないですし。じゃあ中学校上がったらびっくりした。はい、もう毎日練習だしでも多分私卓球が好き、自分ではそんな分かんないですけど多分好きなんだと思うんですよ、はいはいはい、だからその練習も全然苦にはなんなかったですし、むしろ結構楽しかったです毎日。へえ、僕嫌でしょうな練習と朝のランニングとか嫌で嫌で、ランニングとかは嫌です。どうやってサボる、サボればいいかってことしかを考えてなかった中高生の時は。なんか あと1日練習していく中で時計もずっと見るじゃないですか。で、まあ、3日とかになってくると あと2時間しか練習ないんだとかって思うタイプ全然わかんない、その感覚中高の時はそうやって思ってました。あ、でも卓球本当に好きだったんだね。いや、なんかあの全然練習できない日とかもあって、うん、あの学校の関係で、あ、行事とか入ったりとかして、はい、中高の時は、うん、あ、もうあと2時間、 あと1時間で終わりだとかって。それが嬉しいじゃなくて、もっと、あ、もう終わるんだみたいなそういう感じでした。今考えたら考えられないですけどね。その頃は大好きだったんだね。まあ今も大好きでしょ今はそんなに今は。へえ、僕急になったのが初めて女性じゃないですか、はい、であの男子のね、トップ選手の方にみんな出てもらっていろいろ聞いてたんですけど、僕も小学校6年生ぐらいまではクラブチームだったんで、はい、女の子いたんですよ、はい、でも中高大って一切女子いなかったんで、はいはい、女子の選手がどういう練習をしてるのか全然知らない、うん、あ、何やるんですか女子って。何、一番何やったんですか。フットワーク。あ、そこ変わらないんだ。え、一本一本、お、フォア。女子って切り返しすごいやるイメージが。はい、やります。日本で日本定番日本にもお願いしますやっぱりそうなんだね、はい、しかも女子の選手って前でやって両ハンドで切り返しても、まあミスしないっていう。そうですね、ミスしない、しないでしょ、はい、なんであんなミスしないのなんなんだろう、あれなんなんですかねマジ練習うまいわ本当にって思う。ミスしないです ね確かに本当ミスしないよね。結構小学校の時は続ける練習は結構してました。何球とか決めて、はいはい、何球ぐらいやったんですか。1000本1000本あって、私はそこまでやってないですけど、何球か覚えてないですけど、本当にこう100とか200とか300とか、できるだけミスない続けるって、ひたすら、はい、うーん、あとは小学校の時はバック対バックをめっちゃやりました。それはもうひたすらバック対バックですか。そうです。で、ゲームするんですよ。ああ、バックだけで。バックだけで、それを小学生の時はやってましたね。それ中高上がっても やりましたか。いや、それは小学校の時だけで、小学校の時のその監督がバック対バックの練習というか試合、バック対バックだけの試合。それ女性にやら、女子選手にやらせた。あ、男子もやらせた。男子にはやってないですね。あ、やっぱり女子なんだ、はい、バック重要だって思ったんでしょうね、うん、へえ。女子結構バック使うラリーになって、両ハンドって感じじゃないですか。そうね、バックは結構やっぱり。じゃあフットワーク日本日本は男女共通ということですわ、うん、新しい発見はなかったっす全然。でも他にツッツキとかは、ツッツキ、ツッツキ、うん、ツッツキの練習とかツッツキの練習しなかった。女子ツッツキ上手いイメージがあるんですよ僕。やけにするとツッツキしてくるイメージがあるんですけど、ツッツキ対ツッツキ。でも小学校の時はやってましたよそれで試合とかもやってましたもん。ツッツキでしょ、ツッツキはやる、ツッツキ大事、ツッツキ大事。なんだろうな、あとあのバック対バックからフォアにも
回されて、でもまたあそれも、まあ、フットワークだったら繰り返しが聞こえる。バックランダムから急にフォア上げて、はい、取ってまた1本か2本、うん、でまたバックランダム切り返しの練習が多いんですね。そうですね、すごい。しかもピッチも速いし、はい、ということですよね。それを男子と一緒に、ね、やると全然なんかできない。男子ができないでしょ。そう、できない、できるよ。何と思う。なんでできるのって逆に聞かれるんですけど体の使い方が違うえ、じゃあ逆に男子がやる練習でできないのは、あの男子って急にフォアに回して、そっから自分がこうやって動いてるのに、そっから相手のフォアに回して、そっから引き合いでオールダウンするじゃないですか、うんうん、あできないです。そのおーいみたいなあ、じゃあ決まった練習は女子すごい上手いのか、はい、けどそっからじゃあランダムねとかランダムとかってなるとできなくなる気がします。苦手、そっちは苦手なの、はい、最初からオール対オールだったらまだあれですけど、うこうやっててで急にじゃあフォアに回してそっからとか、あ男子はおすごいなって思う。あやっぱそこはちょっと違うんですね。あと、ま、男子って結構回りどっちか回り込んだらオールとかするじゃないですか、うん、その回り込むタイミングもよくわかんないしそこら辺すごいな。へえ、そう、規則的な練習とかね、ある程度決まった練習は多分女子の方がうまいんだろうっていうのはすごい思います。そうですね、やっぱずっとやってくる練習のメニューがちょっとずつ違うのかもしれないですね。確かに。だってあのピッチであんなんできるわけないと思いましたね女子は基本もうフットワーク基礎的な多いですね。多いにさせられるからあんだけミスしないで、あのピッチであんだけ強く打ってできるわけですね、うん、しかも、ね、結構前陣でやりますもんね、うん、男子結構すぐ引き合いとかそれ楽しいからロビングとか引き合いとかいや楽しいよ、走っちゃうんですよね。なんかでそれ見てたらなんで真面目にやんないんだろうって思っちゃうんですよね。いやそこね、もう間に合わないと思う普通的に無理ってなるなと思うよ。で今のほら、若い男子の選手の感じはさ、はい、速いじゃないですか、うんうん、前でね、だからそういうのがだんだん変わってくるんだろうなと思いますけど、うん、いやそんな練習をしたんだね。はい、フォアとバックどっちが得意ですか。やっぱバックなんですか。うん、バックだと思ってたんですけどなんか、今ちょっと分からなくなってきてます今はい、でも最終的にはフォアで、うん、試合の時とか困ったらフォアでいっちゃいたくなるんで、多分フォアの方が得意なんだろうなって思う。そうですね、はい、まあ、自信が最終的に頼るのはフォアみたいな、はい、今ちょっと大したな歴史に戻りますけど、今中学校の練習聞いたじゃないですか。で高3、まあ高2のジュニアで初めてシングルスで、はい、初ランク3位ってすごいね。それジュニア3位誰に負けたんですか。ジュニア3位はかすみちゃん。全部かすみちゃんに負けてるの。そうです、インターハイもかすみちゃんだし、全日本もかすみちゃん、はい、へえ。そうですね、全部かすみちゃんに負けてます。そうね、それ全部かすみちゃん優勝。優勝です。あの時は愛ちゃんかな、私が3位になった時は愛ちゃん。愛ちゃん、ジュニア3位になった、まあ、いきなりこうランク入ったじゃないですか、個人で初めて。何したんですか。特に特に何もしてないんですけども、めっちゃ練習はしましたとにかく終わってだいたい8時ぐらいに、7時半規定練習が終わります、はいはい、からもう10時ぐらいまでやって、10時にはもう絶対閉めなきゃいけないんですよ、練習を。ああ、じゃあそこまでしかできない。はい、規定練習やって、そこからお父さんとか、まあお父さんが仕事終わりに迎え来てくれるんですけど、それまではあの誰か捕まえて練習やってもらったりとか、うん、そこからお父さんとやったりとかして、10時ぐらいまでやってました。それずっとやってた。あの高2の、はい、ずっとやってました。じゃ引退するまでずっとやってたの。引退しても、はい、結構やってました。頭が上がらません。いや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 、でもみんなの方が多分もっとやってると思います。ああ、ね、はい、
じゃあそれをずっと続けてやっと結果が出たのがジュニア。そうですね、それまでも全然練習量が少なかったとかじゃないんですけど、なかなか出なくて成績が、はい、何を一番変えたか、それ聞きたいよ多分ねえ、みんな聞きたいやつよね。練習相手っていうか練習する人が、はいはいはい、その時ちょうど違う学校に中国人の同世代の子が留学できてて、うんうん、その子と結構その子が練習来てくれてて、その子と結構練習することが多くて、うん、それでちょっと変わったと思いますね。あ、中国人の子と練習して、はい、で何が違うの？もう帰ってくるボールも違うし、こうやってるだけでなんだろう、自分が強くなれる気がするな。なんで質が高かったのかな。質が高いですね。自分に送られてくるボール、相手が回してくるボールの質が高いから、すごくいい練習ができてたっていうか、はいはいはい、まあ、学校の子とかだったら、まあ、自分がやりやすいブロックを合わせてやってくれるんですけど、その子は結構まあ回転かけて伸ばしたりとか、で、まあ、たまにチャンスあったら自分で回り込んでできたりとか、そういうので多分質が上がったかなと思いますね。じゃあやっぱり練習相手も、まあ、ミスしないのが一番大事ですけどね、うん、一番いい練習するのって、ただミスタンクも言ってた気がするんですよね。ブロックする時も全部同じようなところ返さないで、伸ばしたりナックル出したり、うん、でチャンスあったら全部打ってきてほしいっていうのを求めてきたって言ってたんで、そういうことなんでしょうね、やっぱり。そう、それだけで多分全然変わってくるかなと思う。常になんかこうオールに近いっていうか、うん、そうだね、フットワークしててもこう自分もミスできないし、厳しいボール、試合に近いボールが来るんで、うん、甘いボールを送ったら狙われるっていうのがあるんで、うん、意識が変わってきますね。ああ、なるほど。それをやる方もね、難しいですよね。そうですね。どっちも上手くないからなかなか難しいですけどね。なるほど、じゃあそれでちょっとちょっとずつ変わってきたんだ、はい、そっから3位入ったらインターハイも3位になって、そうですね、いっぱい、一回勝つとやっぱりなんか勝ち続くんですかね。なんか、はい、自信にはなりました。自信になります、そうです、自信がつきます。おー、なんかじゃあ技術的にここをすごい磨いたとか、その成果なんか成績出ないなっていう時にちょっとサーブこういうのを覚えたんですとかっていうよりは、練習の質が上がったことで自分の自力も上がって勝つことができたと、はい、で、まあ、自信もついて気持ち的な部分も結構あると。いやー、なるほどね。皆さんも練習の質を上げましょうめちゃめちゃ難しいけど、めちゃめちゃ難しい。だブロックする側もブロック練習相手だと思って練習してると、多分お互いのためにならないってことですよ ね、 しかも選手同士だったら余計に自分もこうブロックも伸ばしたりとかする方がこっちも練習になるし、そうですよね、それは大事だね、うん、まあ、ミスしない前提ですけどね、うん、じゃあある程度できるなってからの話だと思うんですけど、それはそっか。で、まあ、高校生が一応最後にね、ちょっとチャンス成績を出して終わることができたから、次の段階に行くことができたの、日生というね、日生行きましたということで一回トイレ行きます